はい、というわけでもう3回目始まりました。始まりました。はい、人生の違うな現実のラストシーンは間抜けであればあるほどいいんじゃないかと思っています。アージャイ思いです。コージャイ溝下です。はい、はい、あの笑点のあの歌丸さんみたいにね、はい、ショーみたいに、お猫が旅すりゃまた旅だ歌丸ですっていうのをやりたかったんです、はい、落語家風に、はい、ね、落語もブームでしたけどね、もういよいよ春満載ですけど、満載ですよ、ね、はい、まあ、お花見でもしようかなと思いつつ、なんだかんだで忙しくて、うん、ね、このまま行くとなんもやろ、なくなりそうですね。でもまあ水戸市の周りにも、はい、あれやもんね、神田川が、はい、桜が爛漫咲いてるもんね。まあでも桜アホでしょ桜ってさ嫌いな人もいるよねまだちょっと寒いのに、あ、咲くね、咲いてしまい、そう毎年、ほんで花見に行ったらものすごい寒いっていう、もう毎年学習しないですよね、ね、やつはそうでも寒くなった方が長引いたりするんだよ。あ、そうですか。でもなんか意外に雨降ったりとかね、ああね、まあ、終わっちゃうみたいな。終わっちゃう、はい、でどうですか、はい、もうしばらく花見とかしてないの。やってないですね。あ、去年したかな俺僕ね5年ぐらい前にねもう生まれて初めてお財布落としましたからね、花見で、ええ、酔っ払って酔っ払ってえ、戻ってこず。戻ってこず。うわお。じゃあ全部止めて止めて、いや、まあ、大丈夫やった。財布と言ってもね、いろんなカード、そう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 、そっちが心配や。クレジットカードキャッシュカード、うん、いろいろ入ってたんで、うん、すぐ止めましたけど。全部止め、大丈夫やったやん。まあ才能以外は入れてたんで、じゃあ大丈夫やん。まあ才能さえ入ってなかったら、あの、そうやね、そりゃ危ないとこや。才能はね、再発行できないよね。そうよ、ね、才能だけ奪われたらね。まあでも盗んだところで、あの使い方わからんと思うんだけどね才能だけはね、才能だけは、その才能だけはね、ええ、めちゃくちゃやな、ええ、才能だけはね、確かに。でも俺も、はい、何取られたら怖いって、話になると、はい、そうだね。でもところで才能って何っていうね、みんな思ってると思う、うん、佐賀の皆さん。あ、そうや、そうですよ、これ佐賀の皆さん、ね、行ったことないねんだよまだみぞっち、未だにまだ慣れてないです。まだ行ってない、この収録に慣れてない、慣れてない、慣れてない、これどこに向けて喋っていいかなって、まあ、東京のみぞっちのみぞスタ、うん、通称みぞスタで、なんかなまってるみたいですね、みぞスタが、みぞスタ、みぞスタ、みぞスタのスタジオで、みぞスタスタジオで、まあ、スタジオというか、まあ僕布団引いて寝てるんで部屋ですけどね、部屋ですけどスタジオに見えない、スタジオにしか見えない、はい、部屋で撮ってるだけなので、うん、まあ、みぞち的には佐賀の人に喋っている空気が未だないんではないかと、うん、はい、よく分かってないですね、うんうん、ということで今日は、うん、今日も自由に喋っていいんやけど、そうですね、どうですか、なんかあれですよ、喋らなあかんこといっぱいありますよ。そうね、ていうか、そっか、この収録はちょうど先週、うん、これいつ放送ですか、これこれはだから4月4日始まりで、で次が4月11日でしょ、その次なんで4月18日18だから、だけど今収録してるのは今日から始まってるんです。今日から始まってるんです。あー、じゃあこうじゃん、これ収録はこれ何日ですか、今日は4日ですか、4日、4月4日、ね、4日から実はそう第1回目の放送が始まってるということですね。多分面白かったはず、みんなだから今日大丈夫かな、今日テンション低いやん、大丈夫か、今これ3本目撮ってますけど、もうあのダメやなって、3本目撮ってるけど実はもうこれ撮るだけ撮ってお蔵入りみたいなことで1回目の放送でなんかちょっといろいろ問題が起きて、ごたごたが起きて、大丈夫ですかねそうね、だから1回目の放送の時はまだ、うん、先日やったホールが、ホールライブがね、ホールが俺がこだわるホールがね、ホールが やってない時点での収録やったんで、そうで今日はもうホール終わって、うん、一段落してからのね、そう放心状態にならんとこならんとこって心がけながら、今1週間経ちました。もう1週間もう経ちましたよ。あららら、3月28日。ああ、そうですか。
福岡 FFG ホールでやってきましたね。やってましたね、うん、気持ちよかったな。まあそこそこお客さんもね、ありがたい、盛り上がっていただいて、本当でも佐賀の人たちもたくさん来てくれてさ、そうですね、ですよ、いや本当にありがとうございますでもねあのね、心 いろいろ大変だったんですよあれ。そうやで、まず、うん、僕は東京からね、うん、集まって飛行機で行くわけじゃないですか、うんうんうん、大森さんでもあれですね、そう、1日早く、ま、前々日に、あ、そっか、そうね、1日僕らより早く入って入って福岡城バイトしてたんですよ ね、 僕ね、そう、バイトしてた、バイトって言うな歌ってたわ、さ、桜祭り、福岡城桜祭り、舞鶴公園で、歌って、時給5万円、時給5万円ぐらい時給5万円高いやないか、いやそんなわけあるかい。でも、あのあれでしょ、屈辱の、うん、直太朗くんの、ほぼ同期の、はい、直太朗くんの桜を歌わされ、あ、はい、歌わされて言うないです、まあ、桜のね歌をリクエストされて、で大森雄平桜の歌を持ってない、うん、っていうことでね、直太朗くんの、はい、の歌を桜マイスターのをマイナーで歌った、マイナーで歌ったちゃんと歌って意外と評判良かった。あ、そうですか、うんうん、ちゃんとして歌いつつ、僕らは次の日にね、はい、福岡に、はい、もちろんドラム、ベース、はい、キーボード、うん、私目指したと、はい、4人で向かうんですけど、はい、まああれやね、ドラムのマスケ君が、マスケ君が大御所が飛行機ギリギリで荷物預けないかんのに、そうです、あんだけ旅慣れた男が、そうやで、言うてたね、LINE で来てたもんね、逐一、そうそう、もう間に合わんかもわからんやんって、荷物預けられんちゃうって言って、そうで今あれやな、飛行機荷物預けられんかったら席買わないかんやん、うん、でもまあマスケ君ワイルドや、まあ、でもまあ最悪でも一応前乗りやったんで、うん、ライブの前日に入ったんで、そうか、まあまあ大丈夫だろうと、うん、最悪まあ自力で来てくださいと、うん、いう話やった、ね、そうね、でも、まあ、無事入りまして、無事入ってで、その日は別にやることないんで、はい、まあとにかくとりあえず飲んで、まあ迎えに行って一応撮影ありましたけど、もう空港で前々乗りしてた大森洋平はもうなんかニタニタして待ってたもん、うん、そうそう、それも赤いパーカー、赤いパーカー、赤いパーカーに、ね、白髪、白髪目立つ目立つすぐ分かる、そうね、背伸びしてあの、そうそう、見てたから ね、 ね、でまあ合流しました、はい、でまあ1日目はやることないんで、うん、まあ飯食って飲んで、はい、まあでも明日もあるから、そう、早めに帰ろうと、意外と早かったよね、うん、帰って、うん、次の日ですよね、うん、今度ベースの柴田拓也が、そう、柴田さんが、柴田がね、あの起きてこいがでね、彼は失踪癖があると、はい、失踪癖ってもリスナーの皆さん、あの本当に逃げるわけじゃなくて、うん、酔っ払うともういいとか言い出して、うん、急にいなくなって、はい、電話は繋がるのに、はい、帰ってこないっていう、うん、癖がね、あったんで、あんなにシュッとしてんのにね、見た目はね。でも俺とみどっち、みどっちもよく見つけたなと思ったけど、うん、柴田があのスイッチが入る瞬間、うん、あれおかしなことになってる、明らかにカチャって音しますよね、そう、音するあれおかしいで、前日も1軒目の、うん、2軒目の後かいな、はい、最後ヒートウェブの渡辺圭一さんの、はい、お店に行くルートが博多ではいつもなんですけど、うん、そのそこに向かう道すがらで、うん、みどちは見た、カチャって音したね、あれなんか後ろで今カチャって音したでって思ったわーって走ってきたよそうそう、わーって走ってきて、でまあだいたいセックス、セックスとか言ってるなひどいなでもほんと、何やろか、だから今回のメンバーで言うとよ、うん、柴田くんが一番そういうツアーであるとか、はい、そういうお仕事としてのミュージックには多分携わってなかったわけよね、おそらく。そうなんですか。あ、そんなことないか、ケンちゃんもおるか、だからでも久しぶりの旅なわけよ、はいはいはい、九州とかね。なるほど、九州はでも、まあでも石巻とかそっちの方の、そう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 、地元がそっちの方なんで、そう、南相馬やね、そっちの方とかは一緒にそうね、行ってるんですよね。彼はもう、そうそうそう、東北で、南相馬では伝説の、伝説のギタリスト、伝説のギタリスト。なのに今回のライブっていうか今回のね、大きなホールではね、ホールではベースを弾かされてるというねひどいな、ね、でもね、これ本当、まあ話せば長いですよ、はい、そのでも
でもレコーディングから始まるからね、はいはい、光になりたいとか、ね、あなたを連れていくとかのレコーディングから始まるけど、まあ、みぞっちがアレンジ、はいはい、プロデュース兼ギターである、はいはい、でもやっぱりこの時代の流れの中で柴ちゃんと会ったのは何かの意味があると俺はやっぱり思ってて、はい、一緒にやりたいなと、うん、でギター、いやベース、しばちゃんベース弾けるかなって呼ばれた、それも飲み場でね、無茶ぶりしたら、はい、うん、弾くってやったから、はい、じゃあいいねっつで弾いたら、うん、本当にパンクバンド上がりの、うん、パンクベースやったよ、パンクベースなかなか今スタジオミュージアンではあのベース弾ける人いないと思う、そうですね、でこれはいい意味で言ってる、そうね、であの、うん、井上陽水のバックまで務めた野崎マスケがですよ、はいはい、悔しいと、はい、レコーディング中に、うん、柴田君のベースすごいわ、うん、と言わせるぐらいの、伝説のギタリストとは思われへん伝説のギタリストボン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 えらい低い音でそうピック引きでピック引きで最近ピック引きも少なくなったもんね、ね、うん、まあ貴重な存在、そう貴重な存在ですが、はい、にもかかわらず、うん、飲むと、うん、やはりカチャッとカチャッとするね、なんかね、カチャッとして、パタ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 歌って、だからその調子で、だからその次の日ライブの当日も、うん、みんなホテルの下で集合してるのになかなか出てこへんからやばい、あれから解散して一人でどっか行ってもたんちゃうかな、ね、俺本当思ったもんね、あの伝説の宮城の夜を思い出してね、うん、俺が知っている酔っ払って民宿に泊まってたんですけど、知り合いのね、民宿に泊まってて、弾き語り二人でそこのお客さんたちにちょっと少数のライブみたいなことがあって、でもうベロベロやったから、うん、しばちゃんのもうリズムがおかしくなってて、もう3曲ぐらいで、もうやめようしばちゃんって言ったら、うん、俺狂ってないって言って外に飛び出し、で1時間帰ってこず、1時間後ネクターを持って、ネクターってジュースのネクターね、ジュースのネクター、桃の桃の、はいはい、どこにも自販機などないはずなのにネクターを持って帰ってきて、一つも覚えてなかったと。きつい。なんか甘いものが欲しくなったんで。きつい。かわいそうに。きつい。きついっすか。曲を。あ、きつい曲いきますか。きつい曲。はい、行きましょう。玉置浩二氏の。はい。きつい。この番組アージャイコージャイでは皆さんからのメールお待ちしております。メールは。NBC ラジオ佐賀のホームページにあるリクエストフォームからお願いします。または、大森洋平、溝下はじめの、はい、ツイッターであるとか、はい、Facebook であるとか、はい、もう個人でやってる、個人名でやっておりますので、はいはい、検索していただいて、はい、友達の方はそのまま送っていただいて、うん、という感じで、もうあの溝っちの Facebook に関してはもう直伝もありみたいな、Facebook は承認していただいて、僕と一緒につながれば、はい、あの電話番号も見れるので、ね、電話ガンガン電話かけてきてもらって大丈夫ですよねもうこの間説明したから前聞いてくれてる人はね、あれだと思うんですけど、はぁはぁ言うてで電話してきてもらったら、僕も負けずともっとはぁはぁって言うんだよね、パンツどんなの、そっちはどんな言うて、はい、こうというわけで聞いてもらったのは、ね、玉置浩二さんの、はい、きつい、はい、懐かしい、はい、この番組ではもう昭和歌謡追記で、はい、昭和歌謡かけていこうかな、これ昔ドラマの主題歌でしたよね、そうよね、俺あの小林薫さん好きやった、ね、きついやつらでしたっけ、きついやつら、あの泥棒のやつ、そうそうそう、サラ金のサラ金で金借りてが小林薫さん、それの取り立てから逃げながら、そうなんかそのサラ金のサラ金屋の金庫を狙うっていう、玉木さんは真男みたいなやつだっけ、やっぱりどうでしたっけね、柳葉敏郎がサラ金屋なんですよ、そっか、うん、面白かったな、でもあれボカンと見てたな小学生ぐらいやろ、だって俺は80年代ですね、小学生ぐらいやろ、うん、パパはニュースキャスターとかあの辺やろ、見てたな、ちょんてたな、帰ってこない親父を待ちながらではなく待つわけじゃなく、ね、あの頃は何なんでしょう、まだ何でしょうね、僕らが子供の時は分かりやすく貧乏な家庭でありましたよね、あった、もう分かりやすくですよ、そうだから、だから服がズボン破れてるとか、破れてる、そう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 ね、お弁当のさ、うん、例えばさ、だからこれ変なあれで撮ってほしくないけど、だからおにぎりのさ、うん、海苔の色とかさ、ね、
もうおかしな色になってるとかさ、うん、でお金持ちの子とかさ、うん、俺だからやっぱ中間やったのなと思うけど、だからそのだからなぜああいうドラマはの内容だったかって言ったら実際にありそうな話ですよね。だからすごい金利でサラ金で金借りてとか、今もね法律で守られてますから、ね、そうやねそうやね。でもリアリティないですよね今やったらね。そのなんていうの、そういうのってだからこそさ、それを今いじめたりするのでもまた違う問題だね。違う問題やね。俺らの時でもそいつの家とかも行ってたからねよくわからないよね、はい、あれ面白いなと思うよ、はい、本当にだってカッチャカチャやったりとかさ。もう今はもうあれですよ、着るもんかなでも安く手に入るし、電化製品だって安く手に入るから。あの頃ってほらね、言ってもテレビとか、そうだ ね洗濯機とかね、全部高かったもんね。高かったまだ電子レンジなんてね。そうだね、だって俺イベンターの親父やったからさ、うん、じゃあ例えばソニーがレコード会社ですよ、うん、したらさウォークマンとかさ、うん、親父がシャカリキに持ってくるわけ。高いっすよ、もろただけやんっていう話。あの頃3万そうや、ね、以上してたの。そうやね。でさ自慢げにさ、うん、俺が持ち出すわけよ親父がね、あの猿が持てたやつね、寝てる間にあのソニーのウォークマンとかそうです。ええやろええやろっつってええやろって言うだけだけど、そのシステム未だ分からんんだけど、ね、俺は機械のどこでもらってきたの、どこでもらってきたのほらなるでなるで言ってるだけやけど。でも初めてウォークマンで音聞いて、ね、いやあのヘッドホン、うん、イヤホンで聞いた時、うん、めちゃめちゃいい音です。そう ね, ねびっくりした ね, ね。まあもうねアイコンですけどね、それももう電話に入ってますから、ね、俺オートリバースでも喜んでたもんあれねまあ、あの頃レコードとか借りてきてダビングするわけですよ、ね、そうダビングするわけ、1倍速でもちろん、はい、はい、でね聞きっぱなし A 面と B 面2回使えるわけよ、うん、1回ずつ使えるからあの A 面に入れて B 面にも入れれるんですよね、うん、だからレコードと一緒ですね。レコードも A 面と B 面やから、うん、表裏が、ね、そうそれをうまく表だけを、はいはい、ちゃんとカセットの A 面に収まるか、そうその LP によって時間が違うから、そうそうそう、じゃあ64分テープ買ってくりゃいいかっていう話ではないわけね、うん、74分だから32分そうで3倍じゃねえか、それはまた後かなんかモードにするとさ変わるやん。あそれはビデオで撮るそれビデオこっちゃだね、おじいちゃんやおじいちゃんやだからオートリバースガチャンって変わるまでに一つ綺麗に収まってほしいんけど、はいはいはい、またいでしまうんですよ。そうや曲がまたいでしまう時があってダンってなって、ガチャガチャ。だからねいくら好きなアーティストでももうね最後こうドーナツ状のテープがどんどん小さくなっていくでしょ、うん、小さくなってきて、はい、あかんかん早歌え早歌え早歌えもうええ一番同じこと歌うな一番と同じこと言うなみたいなあんなに好きなアーティストなのにもう早く曲終われよ思ってたから、ね、大事に聴いてたよね、うん、そうだって俺中2かな時俺ん家でさ鳴ってたのだからオールドリバースのそのガッチャンってやつだけよ、うんもうブルーハーツのトレイントレインしかかかってなくて、はいはい、あのそんなに音楽興味ないやつらもいるわけやん、うん、その友達の中にはさ、はい、おもり何回かかんの何回かかんのって4個ずっと繰り返してるだけやからマジばっかり、うん、でもそういうのって今ないんやろね。だからテレビとかでベスト10とかあったでしょ。はい、あだからガッチャンっつってさみんな静かにしろっつってそうあのラジカセにマイクついてるんですよ。 そのマイクでラジカセに吹き込むことができる、はい、吹き込むって言ってた。吹き込むって言ってただって録音のことは吹き込む。俺それで曲ずっと作ってたからね。そうでしょ、うん、あのデビューして、まだまだ90年代俺97年まで5年とか6年とかで俺6年デビューですけど、7年までガッチャンいやでもね今はね、はい、今だってそうでしょ。今はそれが今俺 iPhone のボイスメモになっただけなっただけでやってること一緒やからね俺ねだってねガッチャンしか無理って、うん、パソコン開いてね、一時期ねちょっとやってみようかなパソコンあった時代が変な色気づいた時期があってあった時代がっていうのももう意味わからんと思う、皆さんも、まあ、今ないんですけど、
パソコンすらね、またなくなったんですよ。今 iPhone 一発 で何とか何とかやってるけど、この大海原をあった時代ね、一番タダでついてるガレージバンドで、もともと入ってるソフトですね、一回やったわけ、やっぱねダメでした。それは10代の時の MTR と同じだったわけ。MTR またあれカセットでやってましたよ昔。そうや、どうカセットの MTR、 カセットの時代さ。でピンポンして、そうそう、4トラックで、そう4トラックを3つにまとめ録音していく、あの、うん、なんて言ったら、あの分からない人に説明するにはさ、うん、あのその上に上に上書きしていくわけですよ。そう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 、音が残ってる、けどしたら最後ドラムの音がカッスみたいなポンポンみたいな音が、まあ大体録音 の順番で言うと、まあドラムベースがあって そっから重ねていく感じやから、どうしても最初に入れたんがどんどん音しょぼくなっていくで、ね、しかも下手やのに、ドラムだけで取らないかんかったりとかの時代やんか、まあ最悪や4ちゃんしかないからさ、せーのでできないからね、せーのでできないから、できないから、まずドラムが頭の中で鼻歌歌いながらいい曲叩いて、そこにドッパンドッパンドッパンってやるわけや、そこにじゃあベース入れろ、ギター入れろ、おっしゃ歌いくぞっつって、そう歌はいいよ、歌はいいよ、歌はみんな演奏した後やから歌いやすい、そうそうそう、なんかあれってでもね良かったような気がする、その負荷、だからうまくならないと。そうですね。で俺本当でもこの番組で俺すごい嫌なやつに、ずっとこの回を重ねるごとに、嫌なやつなんやなこの人って思われていくのかもしれないけど、あの当時ね、はい、やれやってもう当時から当時当時からまあ早く早く俺いつだったら歌えるのかなそう今考えたねああ早く歌いたいな、いつだったら歌えるのかなってもうね、あの頃のドラムは鉄って名前でしたよ、鉄はね別にプロでも何でも当たり前やけど、プロでも何でもやった、近所の子ですかね、ただの高校2年生分かった、おもり君待って頑張るからっつってねドンパンドドパンドパンドドパンっておいっつってお前ちゃうやねえか、ちゃうやねえか言われた挙句、最後デモテープできなかったらそのドンパン音しようもなんて思ってどん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 劣化するからね、音ね重ねていくとピンポンされてあらららで今その鉄さんも今何やってるんですか。鉄はねこれまたねオチおもろいよ、7人子供おんで7トラックおんで7トラックおんで足りひん足りひんこの間最後のね、最後か知らんけど、双子が生まれたどどステレオでステレオトラック生まれてもでやつらばっかやな。この間のね福岡のライブの話しようと思ったけどもエンディングになっちゃいましたエンディングになっちゃったあ、ほんまや、ね、エンディング、もう毎回毎回俺が挨拶できなくてね、みんな心配してると思う何を心配してる最後に笑ったお前ちゃんと、ね、ちゃんと挨拶できへんごめんお母さんに怒られる俺どうしようかな。まあでもいいじゃないですか、あのまたね、次週、はい、ライブの話してもいいし、そうね、もうでもね今まだ確かに今日始まってるからね現実は。あ、そうですね、だからお便りがね、まあ来てないですけどね、困りましたね、来るんかな来るんかな、もう来週のネタとかないよ、そうですね、だからもう才能が枯れ果ててるからね、この二人はもうね、散々もういろんなこと喋ったからね、本当は実はもう5年ぐらい前からこの2人才能枯れ果ててるからね。そうですね、だけどだからなんとかやってるけどね、今んとこも台本通りやってますけど台本通りちょっともっと来週ぐらいからね、そう来週ぐらいから、来週再来週ぐらいから台本がないんで、本気のね、本気の俺たちが、出てくるわけやろ、プロデューサーのね豊さんも、豊さんもほったらかしですからね、ほったらかしや自由、そしてディレクターなしというね、う自由っていうところはね、困りました、自由って自由って何でしょう、自由ってこの番組は自由ってことを考えていく作業、で俺の中で言えないこととか、だって何言ったっていいって言われてるから、みどっちの中で俺らも多分言えないことほぼなくなってきてるやん、それでも言えないことってあるやん、そうですかね、公共の電波に乗せるとして、電波に乗せるとしての、ギリギリのところで、その前は直接電話いただけたら、そのまま僕電話越しに喋るんで、何色のパンツ履いてんの何色のパンツ履いてんのほんまにほんまに、僕ね
僕ね、僕ねお父さんみたいなね横綱になるの。最近それ流行ってる。遅い。古い。古い。ひどい。これ何分に終わるの？もうあと1分ぐらいで終わっちゃいます。やだ。いやまだ次の回もあるんで。やだ。頑張ってください。飲みに行きたい。そうね、お酒早く飲みたかったらもう早くパッパッと喋ってください。早送りで、ええ、じゃあお別れするの。そうですね。嫌です。佐賀、佐賀行きたいね。いや行きたいですよ。あ、でも7月に、はいはいはい、まだちょっと日にちは別に言ってもいいけど隠しとこうか。うん、今データが出せないから。そうですね。7月にみどっち初めて、はい、行くよ。はい、飲んじゃう。やったね。やっと佐賀で川沢にやっと佐賀にで番組やってるってことを理解で。多分土曜日に行くで。あら、しかもじゃあ僕金曜日に行きたい。金曜日は博多行くから。あ、じゃあ木曜日から用意しとく。パンツ用意しとく。パンツ用意しとく。はい、ちゃんとしてよ。でも土曜日にだからこの放送も、はい、聞けるかも。じゃあありがとうございました。あーじゃあいい、あーじゃあいい、こうじゃいい、こうじゃいい、ポッドキャー